94式走行列車94式走行列車は大日本帝国陸軍の走行列車。1933年に完成した臨時走行列車の教訓をもとに開発されたのが94式走行列車である。満州事変の進展により走行列車の整備が急がれ、これは臨時走行列車として編成された。さらに開発が昭和8年に始まり、 昭和9年に94式走行列車として完成した政策は南満州鉄道株式会社による進行方向に対して電源車、淡水車、機関車式車,車、火砲車、火砲車、火砲車、警戒車という編成であり、火砲車を機関車の前方に配置し全火力を正面に集中できるようになっている。また運行間射撃が可能であるよう求められていた。その他、 不評者の廃止、電源車を連結することにより、通信能力の向上、その他各車両間での連絡についても改良がなされている。計画時、時速は平地において、時速6 0トルが、行動距離は、淡水の補給なしで1 5 0トルが求められた。列車、前方から各車の並走に関しては、以下のように計画された。警戒車前速報への社会を持ち、 校射可能。玉数3000発化放射後法は、砲塔形式で、全周社会を持つ。玉数200発。重機関銃は、全速報に異回を持ち、校射可能。玉数3000発化放射をつ方は、砲塔形式で、全周社会を持つ。玉数200発。重機関銃は、全速報に異回を持ち、校射可能。玉数3000発化放射閉砲塔形式で、 全周車会を持つ、後舎可能、玉数300発、指揮者全周2回を持ち、後舎可能、玉数3000発機関車なし、補助淡水車速報への車会を持つ、玉数3000発電源遮断、数3000発となっている。計画では14年式10センチメートル後舎方法弾は、繊栄弾4割、榴弾6割として搭載が予定された。 また88式 7cm や先行者方法弾の搭載割合は先鋭弾20%、榴弾60%、降車用弾15%、その他が5%とされた。この他に指揮者には3 0ンチ単焦灯2機、観測具1式を備え、電源車には無線機2台と鉄道機材1式を装備した。警戒車用目では、指揮者には射撃の統一式に必要な 各種観測機材が揃えられているほか、各火砲車には個別戦闘可能な観測設備の装備が必要とされた。また戦闘式のために、各火砲車指揮者、警戒者、材料車に直通の回線が用意され、別にもう一回線が交うつ加車の間に用意された。この他に、列車式のために一回線が各車両間に設けられた。また計画時、 無線機には5 0 0トル通信可能な装置を備え、他に近距離携帯無線を備えることとされた。搭載法は14年式1 0トル降射法と88式7トル野戦降射法を用いた。下方射工には14年式1 0トル降射法1機を収めた砲塔が中央部に乗せられている。この砲塔の背後は天井が一段高められ、砲塔と 同程度の高さとなっているが、砲に両角をかければ、砲塔は全周旋回が可能だった。下方射音は前行が下方射光よりも一段高められており、中央部に砲塔が搭載されている。この砲塔の背後は天井が一段高められている。下方射兵は前行が下方射音よりも一段高められており、砲塔を背負い式に2機配置した。この砲塔内部に、 88式7センチメートルや先行車砲を元等式に改造した上で搭載した。なお砲塔は一部上面が開放されており、砲は85度まで行革をかけられた。また、砲塔正面も左右に開放して、視界を確保できた。下方車兵の全長は15.872メートル、全高は4.38メートル、全幅は3.22メートルである。走行は、 側面主要部 10mm、その他の部分は 6mm とされた。ありがとうございます。